グローカルクロストーク、イエーイ。はい、このコーナーは、グローカルマッピング採用チームの、私遠藤大志が、社内のいろんなメンバーの皆さんとお話をしていこうというコーナーです。今日も特別版ということで、今日は前回ね、2021年入社メンバーの皆さんに集まっていただきましたけれど、今日は R1 の皆さんに集まっていただきました。よろしくお願いします。お願いします。 R1 っていうのはね、令和1年に新卒で入社したメンバーのことでですね、今日はこの4人の皆さんから、まあ、入社して間もなく、新卒で入社して間もなく、まあ、3年が経つというところで、今どんなことしてるとか、仕事の楽しいこと、辛いこと、いろいろお話をしてもらいたいなというふうに思いますんで、いろんな話聞かせてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ渡辺君から自己紹介を順にしてもらえればなというふうに思います。はい、グローカルマーケティング営業部プランナーの石田渡です。よろしくお願いします。お願いします。はい、グローカルマーケティング、コンサルティング部コンサルタントの石田和明です。よろしくお願いします。会社名噛むとは思わない。このまま行っていいですか？このまま行くんでしょうか？このまま行きます。はい、グローカルマーケティング株式会社クリエイティブチームクリエイターの熊田愛菜です。よろしくお願いします。はい、グローカルマーケティング株式会社でクリエイティブチームクリエイターしてます、上野愛菜です。お願いします。はい、よろしくお願いします。みんなは、まあ、いわゆる同期というやつで、同期仲っていいの？めっちゃいいです。いいよね、もう秒で答えられて、さすがですよ、本当にめっちゃいい。あれ仲いいよね、仲いい。いつも会社で似たりで話してるもんね、うん、だからその辺もすごく感じるんだけど、最初はね、でもみんなこう同じ部署でこうやってた。最初は営業部にみんな入ってプランナーとしてやっていって、でそこからこう各自のこう専門領域を深めていきながら今、ね、それぞれ違うチームに入ってやってるわけだけれど、どんな3年間だった？僕からですか？うん。どんな3年間？いや、でもすごい自分の成長を感じられる3年間だったと思いますし、僕が言うのも偉そうですけど、すごい会社も変わった。うん、うん、そうだね。会社変わったよね。すごい変わった。いや、いい意味で。よくね。めちゃめちゃよくなった。ここはもうみんな素直な顔でうなずいてるので共通認識なんじゃないかなっていうところで、なんで本当に今はもうすごい充実したいい3年間だったなと思います。なるほどね。はい、カザキ君も。そうですね、僕も濃い3年だったなっていう感じがありますね。それこそ最初まずは営業部っていう形でときっこクラブのプランナーっていう役回りから始まって、うん、まあ、いろいろ部署の名前が変わったり自分の肩書が変わったりっていうところはあるんですけれども、まあ、その中でも結構こう割と前向きにいろんなお仕事だったりですとか、あと仕事以外のこう社内のプロジェクトとか活動っていったところも本当にこの3年いろいろ役割を与えていただいたりですとか、またそこに全力で楽しめたのかなっていう感じはしてます。なるほどね。なるほど。熊田さんは？私もめちゃくちゃいろんな変化があって濃い3年だったなって思うので、部署も変わったしやることも変わったし、そのやることがなんかまだ浅いんですけど、やる分野が年々増えてる感じで、なんかこうもっとなんかスキルアップしなきゃいけないなって思い続けてる3年だなって思います。ああ、なるほどね。はい、今でもなおね、向上心持ってるね、はい、っていう感じね。今年、今年の年末勝負かな。年末じゃないよ、年度末だね。まあ3月がね、年度末だから、そこに向けて今撮影してるの1月ですけど、はい、これから勝負の時期ってことね。はい、なるほど。はい、はい、そうですね、私も
熊田さんは同じく営業からこうやってクリエイター系に走って、もっとそれこそ学生の時にクリエイターとかそういうイラストレーションとかのソフト使っていたからこそ、なんか自分の得意分野を担当できることが嬉しいですね。なるほどね。はい。そうか、もともとそういう勉強というかね、うん、そういうことが好きでやったわけだもんね。なるほどね。そうか。まあ、こう、渡君は引き続き今もこう、プランナーとして、まあ営業部でね、やってるわけだけれど、3人もさ、ほら、部署移動したわけだ。今どんな仕事してるの？そうですね。今、僕はコンサルタントとして、うん、まあ、大きく、3つ柱があって、1つは個別のこう1対1のご支援と、2つ目が、うん、まあ、セミナー講師ということで、それこそ今年の10月からなのでまだまだ駆け出しですけれども、うん、1対多っていう形でお話しさせていただいたり、あとはディレクターって役回りでこう、まあ、クリエイターの皆さんとお客さんといろいろ調整をやってものを作っていくっていうような形の仕事をしています。なるほど、ね、コンサルとセミナー講師と、まあ、ディレクションと ね, ですね。でもディレクションとか今すごいもんね、田崎くんね。はい、なんか携わった人とかに聞くと田崎くんはやりやすいっていう聞きます。うん、すごい、もうその地位をさ、いや、そうでしょ、切り開いてる感じ。ディレクター超綺麗ですから、実に間違いない、いろんなし、うん、うん、そうですかね。セミナーも今結構数、結構いろんなセミナー立ってるよね。そうですね。まあでもまだ、まだ立てるぐらい。はい、まだ一応両手で収まってる感じではあるんですけど、まあでも今後2月3月とかまた行くのが増えてくる感じしますね。出張も控えてるしね。ですね。そうだよね。まあいろんなところで。なるほどね。トランさんは今どんな仕事をしてる？私はクリエイターなんですけど、まあ、クリエイターとして動画編集をメインにやっていて、でクリエイターでありながら市場調査リサーチ案件のアシスタントっていうのの、うん、まあ、2本柱でやってます。なるほど。リサーチももう今、うん、リサーチといえばみたいな。アシスタントって言ってますけど、多分熊田さんいなかったらできてない仕事いっぱいあると思います。あっす、あっす、褒めの会みたいな、こういうので、そういうのいいよ。誰も傷つかない。誰も傷つかない。みんな幸せ、みんなハッピーの。いや、でも本当に3年間でね、各自がやっぱセルフブランディングして、そうそうそう、社内でね。もうなんか、R1 はこれといえばこれっていうのを武器は1人1個ずつ持ってるんじゃないかなとは思いますね。そうですね。愛知は今、どんな仕事してる？はい、チラシ制作だったり、パンフレットだとか、うん、紙媒体のものの制作だとか、あとウェブ系の広告画像の制作だったり、うん、あと、あと、そうか、マーケ代の、うん、ああ、マーケ代もね、上とかも2人でね、はい、やってるのかな。なるほどね。まあ、いわゆるデザイナーってやつだよ。そうですね、どっちかというとその分野をそっち、よく言うデザイナーってやつを。はい、かっこいいデザイナー。デザイナーかっこいいよね。かっこいいですね。デザイナーいいよ。なるほど。じゃあ、ちょっと無茶ぶりなんだけど、それぞれ斜め前の人を、斜め前の人をね、ここがすごい成長したなっていう、斜め前の人の、ここがすごい入社した当初と比べて、ここが成長したなっていう部分をぜひ教えてほしいなっていうふうに思うんだけど。成長したな。うん。まあ、すごいなとか。あ、すごいなとか。7倍の人のここがすごいなっていう部分は、あ、そんなに考えるんですか。すごいなならいくらでも出てきます。うん。1個でいいよ。1個で。いいよ、全部言って。じゃあ、熊田ちゃんから行く。熊田ちゃんから行こう。すごいなって思ってた。うん。渡辺君のすごいなって思って。それさ、私とりあえず渡さんのこと大好きなんですけど、そこはまあとりあえず前提で大好きなんですけど、ああす前提としてまず気遣い上手、周りをめっちゃよく見てる、あとお笑いセンス、話すセンスが面白い、あと成長したってところと人前で話すプレゼン力が上がったなって思って、嬉しい。最近もちょっとこれ分かるかも、うん、
あれね、うん、いろいろプロジェクトのとか、ね、そうプロジェクトのやつでこう説明する機会とかで前結構出る機会があるんですけど、うんうん、なんかすごいもう堂々とこう笑いを交えながら普通に話す姿を見てすごいなって思います。確かに確かに、その朝礼とかゲットの時に人前で話したりするシーンで、はい、その辺すごい感じるかも、うん、確かに確かに、うん、もう余裕が出てきた感がなるほどね、ありがとうございます、はい、じゃあ、カズヤくんから上野さんに、まあ、常々結構ことあるごとに上野さんにお伝えしてるんですけど、本当にビシバシ言ってくれるようになったなっていうのがあって、これも何回も言ってるんですけど、僕が作ったこうチラシのラフとかを持っていくとダサいって一周したりとかやっぱ同期だからね。いや、そうなんですよ、ね、でも大事だし、そのコンビネーションコンビになること多いしな、仕事でこの流れ、うん、ここの2人ここの流れは、渡辺君が取ってきて2人でやる、ここの2人でね、納品してくれるからでもそれを本当にこう、多分、こうちょっと前の本当、なんていうんだろうね、こっちの期待を超えてくれるっていうか、本当にいいものを作ろうっていうところで、いや、こっちの方がもっといいとか、いや、私はこう思うっていうのをもうビシバシと遠慮なく言ってくれるっていうのはすごく、以前にも増して楽しいなっていう感じがしますし、こっちも負けてられないようにいいものを作っていかなきゃなっていうので、まあ切磋琢磨っていうんですかね、そんな感じです。なるほどね。あと圧倒的に可愛くなってね。元から可愛い、元から可愛いのよ。確かに可愛くなってね、圧倒的に可愛いそうだずっと言ってるっすよね。ずっと言ってる、ずっと言ってる、よし可愛い可愛い、ずっと言ってる、よし可愛い、確かに。じゃあそんな渡辺くんは熊野ちゃんに対して、はい、熊野ちゃんに対してですか。ね、R1 で、まあ、さっきセルフブランディングみたいな話しましたけど、 R1 で一番最初に社内のセルフブランディングを完成させたのが熊野ちゃんかなっていうことで、でそのまずはまあコナンじゃないですか、はい、社内の人にしてコナン、名探偵コナンね、はい、でここに画像がバンって出てるんですけど、出ない出ない出ない出てない、あ、でも本当にそれでも、それからなんか、でもそこから例えばさっき言ったリサーチとかで、なんかそのダンちゃんがセルフブランディングの重要性をなんか気づかせてくれたかなっていうのはすごい感じていて、最近はこう新入社員が入ってきてもやっぱグローカルはセルフブランディングが大事だよみたいな話をよく僕もさせてもらうんですけど、なんかその礎を築いたのは R1 ではダンちゃんかなっていう、すごいですね、うん、確かに、ね、もうキャラ立ちしたもんね、あっという間に、あっちゅう間にね、よかった、そうそうそう、それも確かにそうかも、うん、走りだね、うん、走りだね、今 P2C 時代だから、セルフブランディングがめちゃ大事だもん、今ハッシュタグとかまで、うん、セルフハッシュタグとかやってますけど、うん、なんか最初にこう、まずこの人こういう人間だよみたいな自己解除も含めて最初になんかやったのはダーちゃんなんじゃないかなって思ってます。うれ、んうん、しいね、うっすり寝てるね、うっすり寝てる。じゃあ最後になりましたが、あやし、はい、カザキングに対してレアだよ、レアだ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 。まあそうですね、あげるとしたら1点あげるとしたら厳しいね、厳しい、厳しいな、1点でやられたんじゃん、1個かな、え、1個じゃないですか、まあまあ、いっぱいあるけど、いっぱいあるけど、あげようとしたり、そうそうそう、から、なら、その、喋りがめちゃめちゃ、なんか磨きがかかったって感じが、うん、元から、確かに R1 の中でも中心になってくれるし、いろいろと発表とかしてるけど、なんかさらに講師とかするようになって、なんか、どんどん喋りが上手くなったっていうか、本当なんだろう、講師向きの喋りになったみたいな、なんか、あ、大人だなみたいな、社会人っぽい喋りだなみたいないや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 、感じが達者になった感じ、すごい、あるいはとかを言ってて、接続詞を使うのが上手になった、もうすげえ接続詞、それは言われたことなかったな、すごい、言葉遣いみたいな、なんか私は耳に入ってくる、うん、あるいは、あるいは、あるいは、うん、日常生活でも出るのかな、うん、みたいな、いや出るでしょ
あるいはこっちとかどうみたいな出ちゃってるのかな。確かに言ってたかな。まあ言ってるイメージは持たれてるっていうことなの、うん、でもさ、そう話慣れてる感じがすごいするよ、うんうん、それは確かにするかも。それでもそういうコンサルとか、うん、セミナーやってきた経験とかは生きてるんだろうな。間違いないですね。さっきもあの半分無意識で指折り数え始めたんで、うん、あーって思いながら目合わせてニヤニヤしてた、ね、あーやってるなーって数え出したよって感じ。そうか出す。いやでも本当になんかキングがなんか自信ができたっていうのもあったし、うん、やっぱ今年の今年度ブレイク社員でしょ。ブレイク社員は、うん、ブレイク社員。そんな枠ありますか。いやいや、あるあるある。いや、今年度のキングはもう、すごいでしょ。なんか、最初の頃は、なんか、あ、この人本当に頭いいんだな、みたいな感じ。そう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 。なんかこう、話がまとまってて、資料が整ってるみたいな発表の時の感じだったんですけど、最近はなんかこう、そこに、こう、突っ込みどころとか、なんかちょっと、笑いとか、そう、アイスブレイクみたいな、ちょっと休憩タイムじゃないけど、なんかそういう、なんか、講師としての、こう、聞いてる人を、なんかこう、楽しませる要素まで取り入れるようになってきて、本当に最近は、あの、カズヤキングのプレゼンはマジで楽しみ。面白い、面白い。本当面白いと思って。いや、嬉しい。12月のゲットのプレゼン、マジ最強だったと思います。あの、レビュー。ビジュのやつ。あ、ビジュのやつ送るんです。俺、すごかったよね。うん、すごい。あのプレゼンはもう圧巻だった。圧巻だったし。うん、わかる。よかったよ。いいっす。すげえいいプレゼンだった。もう、引けを、他の先輩社員の人たちにも引けを取らない堂々と。すごいな。でも、個人的に一番好きだったのはビジョンシートの。ああ、もうあれもよかったね。あそこで、あ、来たね、カズダキって思った。いや、そうそう。ほんと面白かった。キングね、ブレイク中だから、ね、いやでもそのプレゼンにちょっと笑いとかツッコミどころ作んなきゃなって思ったのをアトラさんもいろいろ見てて、うん、あこれは僕に足りないものだな。ふざけるもん。そうだね。なんか天性で天性。いや真面目にやるの苦手だよね。まあ、そうだね。苦手だよね。まあだってそれもセルフブランディングだよね。そうだね。そうそうそう。なんか渡くんならふざけててもいいでしょみたいな空気があるし、うんまあ、それを許してくれる優しい先輩だったりとかできることで。でもヤジだもんね。ちゃんとやんなくちゃいけないときでもふざけて、たまに何人か顔怖いみたいな。あ、やべ、ここちゃんとやんなくちゃだったんだみたいなときも。それもセレブブランド。あ、そうです。でも本当にこうみんな、なんていうか、3年目とは思えないような頼もしさが本当にあるなっていうふうに思って、見ているんですけれど、そう、もう結構ね、いい時間にもなってきたんで、そろそろ動画を結ばないとなんだけれど、まあこれからね、まあ1月、今1月で、2月、3月の、就職活動がね、これから本格化していくんですよ、皆さん。ああ。どうやってます？皆さん、就活した頃。まあというところで、まあ、ここまでの話でね、まあ、3年目でこんななれるんやっていうところは、みんなに伝わって、視聴していただいている皆さんにも伝わったと思うので、うん、そうだな。まあ、せっかく、ブローカルの動画見てくださってるので、自分たち個人的に思うこういう人と働きたいっていうポイント、うん、要素一言ずつでいいんでぜひちょっともらえればなっていうふうに思っているけど、アイシはどう？はい、トップバッター。じゃあどなたからお願いします。すごい、トップこれもアイシ振り返す人、回すのもアイシ、回すのもアイシ。ちょっと思いつかなかった。一番最初はさすがに。じゃあ、カズヤキングでしょうね。大体振られるとは思ってましたけども。まあでも一つ、まあ挙げるとすると、まあいろいろ思うところはありますけど、やっぱりこう、前向きな人がいいかなっていうのはありますね。やっぱ仕事3年間やってて、こう、今こう笑ってますけど、結構苦しい思いしてるシーンって絶対、多分みんなそれぞれあるし。ね、シーンとか。多分社会人生活やっていく上でどうしても避けられないかなと思うんですけど、まあ、そこをこういかにポジティブにやっていくか、まあ、それが仕事の中でもいいし、あるいはプライベートのバランスの取り方でもいいと思うんですけど、まあ、そういうところでこう自分で自分をこう前向きに持っていける人っていうのはやっぱりこう魅力的だなっていう感じはします。なるほど。じゃあ熊田ちゃん。私はポジティブ、前向きであれば、まあ、本人にとってはそれはいいと思うんですけど、あ、否定してるわけじゃなくて、なんか個人的に普通に人間的に常識あるいい人であればいいかなと思って
って、あとなんかまあ、弱音を吐けれれば、うん、なんか、溜め込むのが一番あれだと思うので、そうだね。溜め込む、なんだろう、私は基本的に自分のポリシー的に、後輩から、こう、まあ、仕事、先輩として頼れるとかいうのもあるんですけど、それよりもなんか、友達的な、なんか、言ってしまえば、同期的な感じで、なんか、アイナさんみたいな感じで話してもらえるような先輩にな的な位置にいたいと思っているので、だからそういう時に、なんか、なんだろう、辛かったら弱音を吐けるような人だったら、逆になんかこう安心するし、全然いい、そういう人が来ても全然 OK だぜっていう感じです。なるほどね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、まったる研修力のラボトにして、はい、仕事。はい、締めるのよりいいでしょ。まあ、そうですね。あ、二人の意見を聞いて、そうだな、私はなんか自分持ってる人がいいんじゃないかなとは思いました。うん、なんだろうな。なんか流されるのもいいと思うけど、自分の意見はしっかりと持ってた方がいいし、うん、なんかもちろん分かんなければ全然聞いてくれて構わないし、そういうので。なんか悩みとかが解消されるなら全然答えるけど、なんか先輩がそう思っても私はこう思うみたいな逆意見があったらやるやんって思っちゃうやるやんやるやんってなるほどねみたいなのを思っちゃうから思うからこそ、なんか自分の意見を持ってる人と仕事はしたいです。なるほどね、かっこいい、いいこと言った。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、たるくん。いや、僕も本当に自分持ってる人って答えようとしたんですけど、まあ、もう一個あったの。そうですね。でも、もう一個あって、その、自立してる人？ほう。自立。自立。自分も律する方。まあ、両方？立つ方も、うん、律する方もね。まあ、その、やっぱ社会人、まあ、本当、今ね、すごくさ、多分4人とも、まあ、グローカルにいることが楽しいなって思えてると思うけど、うん、まあ、しんどいこともね、いっぱいあった3年間だったかなと思うので、そういう時にやっぱりこう、自立して、まあ、自分事として考えられるとか、あとそういう時にまあ自分を律せれる人とか、まあ、そういう本当に自立をしっかりしてる人がいいなと思いますし、まあ、みんなと同じで、困ってたら、助けてくれる人がグローカルがいっぱいいると思うので、まあ、そういうところで、やっぱ自分を持った、人、うん、自分にベクトルが向く人となんか一緒に働けたらすごい楽しいだろうなっていうふうに思います、ね。なるほどね。はい。わかりました。いやでもどれも大事だよね。どれかさえできればいいっていうもんじゃないしさ。でもやっぱり今本当にみんな4人が言ってくれたことがとてもいいヒントになるんじゃないかなっていうふうに思うので。なんかもっとこの人の話聞いてみたいみたいなことがあれば、OB 訪問、OG 訪問もね、受け付けているので、すぐに。ね、楽しみだね、そういう学生さんが来てくれたり。結構僕らも楽しいんですよね、学生さんと実際、学生さんから見たグローカルっていうのを知りたいっていうのもあったりしますしね。うん、ね、一回来ればいいっすよ。本当に一回来ればいい。いや、はい、その一歩出すか出さないかで運命変わると思うし、うん、一回来れば、なんかちょっと面白そうだなと思ってるんだったら、来てくれればそうですねいいかなと思いますし、うちに限らずね、そう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 、本当に、どの会社の話もっと聞いてみたい、興味あると全然、行けばいい、新卒はね、一緒に行くしかないからね、もう行った方がいい、好きなだけ、本当に行った方がいいし、好きなだけ悩んだ方がいいと思います。先生、来て決めたもん、ここに、うん、そうそうね、うん、それはあるよ。いや、ぜひぜひ、またご視聴者の皆さんからも、ご意見いただければな、というふうに思います。それでは、今日はこの辺で動画締めれればと思います。面白いと思っていただけた方は、ぜひ、グッドボタンの方、それから、チャンネル登録の方もお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。さよならー。